こんにちは。今回東京アートブックフェアに参加させていただきます普賢社と申します。目玉商品をご紹介します。まずこちらは今年普賢社から出版した元田圭三渚橋からグッドモーニングです。ストリートスナップでいつも活躍されている写真家さんなんですけれども、今回はポジフィルムで身の回りの風景や家族など近しい人たちを被写体にして撮られたシリーズです。2018年から2021年のコロナ禍まで現在まで撮り続けられているシリーズです。写真家の個人の思い出や記憶なんですけれども、ページをめくっていくといつしか私たちの記憶にもつながるような不思議な写真集です。で、2冊目は倉真澄、香港日差し眼差しです。こちらも普賢社から今年出版されました。倉さんが2012年と2019年の年末年始に香港で滞在した時に撮影されたモノクロのストリートスナップで構成されています。香港にいろんな国籍や背景を持つ人々が住んでいるのですが、その人たちに丁寧にアプローチして撮影されている写真です。3つ目の商品はこちらです。2022年カレンダー吉永陽一長官鉄路寸計です。普賢社では毎年カレンダーを制作しておりまして、写真家を、フィーチャーしているのですが、今年は吉永さん、鳥の目から見た、鉄道風景を、撮影する空鉄という分野で活躍されています。で、今年のカレンダーは国内外の、13の風景で1年を彩っております。サイズは A2 版でかなり大きいです。迫力があります。そして最後4冊目は藤岡屋綾子エコダ気分マイライフアザードッグ2冊組です。こちらは作家本人の自主制作本です。普賢社で今年の5月に花の行方という藤岡さんの作家人生をたどるような展覧会を開催したのですが、その時にも藤岡さんの学生時代の作品を展示していたのですが、エコダで、下宿をしていた頃の藤岡さんの作品が収録されている作品集です。300部限定の本ですので、ぜひアートブックフェアにも並びますので、ぜひお手に取ってご覧ください。以上、4点をご紹介いたしましたが、普賢社のブースではその他にもいろいろな写真集を取り扱っております。ぜひブースへ遊びにいらしてください。お待ちしております。